昨日日本国内で感染者の死亡が初めて確認されました。これを受けて、厚生労働省は、死亡した80代の日本人女性の濃厚接触者などの調査を優先的に行って、感染ルートや感染源を特定したいとしています。加藤厚労大臣は、 昨日、新型コロナウイルスに感染した日本人の80代の女性が死亡したことを受け濃厚接触者の調査などを行い必要な対策を検討していくことを明らかにしましたこの女性の周囲では義理の息子にあたり都内に住む70代のタクシー運転手の感染が確認されています厚厚労省は引き続き、続濃厚接触者者など関係ををリストアップして調査を行うとともに、 感染ルートや感染源を特定したいとしていますまた、持病がある人など重症化しやすいとして日常的な感染予防として手洗いや咳エチケットに取り組んでほしいとしています新型コロナウイルスに感染した医師が勤務する和歌山県の病院に入院していた70代の男性もウイルスに感染していたことが分かりました男性は院内感染ではなく別のルートで感染した可能性が高いということです 和歌山県によると70代の男性は今月1日に発熱や嘔吐などがあったため6日に最生会有田病院に入院しましたその後症状が改善されず別の病院に転院し検査したところ昨日夜新型コロナウイルスへの感染が確認されました症状は重いということです最生会有田病院では男性医師も感染が確認されていますが男性が入院した日には医師はすでに自宅療養をしていたため 院内感感染染ででではなく別のルートで感染した可能性が高いといととうことです。入院患者であの肺炎でなんか変だというような人はいないかそれについて調べるから言ってくださいと和歌山県は肺炎などの症状が出ている医師と患者合わせて3人についても今日検査する方針です 昨日亡くなった80代の女性は1月22日に倦怠感があり28日に近くの病院を受診この時は経過観察となりましたただ今月に入り再び受診し肺炎と診断され入院していたんですけれども女性は昨日死亡新型コロナウイルスの陽性が確認されました一方この女性の 義理の息子である70代のタクシー運転手は女性が症状を訴えた1週間後に発熱し都内の病院を受診しましたその後男性は肺炎像が見つかり都内の別の病院を受診その後検査の結果昨日陽性が確認されましたさらにこの他にも千葉の20代の男性和歌山の 50代の男性医師と70代の男性の感染が確認されていますが感染経路が明確でないケースが出てきたことからこれまで武漢などから入国した人を念頭に置いた水際対策の警戒態勢から明らかに次の局面を迎えたといえそうです。